はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイク、コチュンさんからご依頼です。クロニクルの USC です。チャレンジャーですね。はい、よろしくお願いします。ベンチはちょうどサンピエールさんの時にまあ勉強したぐらいですね。最近はちょっとあまりあれですけど、まあマークレーガーさんとか、まあここのメンバーぐらいでもないですけどね、市場を見ると。まあシェフチェンコさんとかすごい人気あるね、感じです。でまあクロニクル、いつものクロニクルなんで、いろんなブランドのカードが出てくる。よいしょ。まあ、UFC 好きなね、お客様は、まあ、もともと言いましたから、トップスクロームとかもあったから、まあ、そこそこ売れましたけどね、はじめにね。はい、ジョン・ジョーンズ。RC はちゃんとマークがついてるということで。はい。アリブさんも、まあ、人気ありますからね。RC なくても、うん、人気ありますんで。ああ、これね。チマエフさんとかね、人気ですよ、結構。このおひげが。RC ですね。99シリ。まあ、この辺でもまあ、3、40ぐらい。もうちょっとするかな。はい。まあ、クロニクルですからね。積み上げて、はい。元取ってくださいっていう。そういうタイプですから。ね。コンテンターズオプティックも入ってて、オリジンあって。レッテッドルーキーの赤ですね。149。ルーキーはルーキーにしておきますね。で、まあ、スリーブトーンもちゃんと入れておきます。お、ブラックだ。カービブさんね。まあ、大体この辺が結構人気。女性だと、まあ、シェフチェンコさんとか、あと、中国のね、方ね。これベースでも結構しますよ。これ結構グレーディングしても全然ありですよ。これのパラレルとか引いたらやばいっす。はい、ヌネスさんもそうですけどね、はい、お、パラレル149。はい、ジョン・ジョーンズさんね、この辺もそうですね。ひっくり返ってます。モレノさん、ブランドン・モレノ。はい、ブランドン・モレって書いてあるかな。サインは2枚かな、確か。この辺は RC ですね。まあクロニクルですから、あ、これも結構いいと思いますよ。99シリ、結構人気あるとこです、うん、上位4人ぐらいが、あのマクレガー除いて RC は4人ぐらい、 RC なくても4人ぐらい、まあこの辺とかね、 RC ないけど人気があるんで。チャンドラさん、ウスマンさん、お、クラウンロイヤルですね。イスラエルさん、ウスマンですね。これはルーキー&スターズのクルセード。あ、ひっくり返ってる。はい、これはオリジンの音か。オリジンの音だ。はい。ちょっと存じ上げません。はい。ブレイデスさん。カーティス・ブレイデス。ヘビーウェイトですね。ヘビーウェイトはアクトゥーアさんとかいた時ぐらいかな。よく見てた。エージェントが同じだったんでね。はい、ジリさん結構上位です。かなり上位です。かなり上です。人気あります。よいしょ。でも最近わかんないですけどね。店長もあの eBay 先生で見たぐらいですから。これね、ちょっとモンゴリアンチョップみたいな髪型ね、ちょっとユニークでね、いいですね。マクレガーさんね。
マクレガーさんはもう何でも人気があるんで、はい、シェフチェンコね。あ、ビブさんの光りましたよ、スペクトラ。この辺も全然ありですよ。あの10ドルから30ドルぐらいのものがいっぱいあります。これ今開けて見てますけどね、そういう価格帯がほとんどかな。まあだから PSA とかがまたバルク復活したら、こういうベース系のカードがまた一気に来ますから。はい、フランシスさんね。で今もう古いカードとかをみんなこうこの中になって、あの家の中から引っ張り出して、であのグレーディングを送ってるからすごい量になっちゃってるんですよね。だからここを落ち着ける、落ち着けさせる量をさばき終わるまではちょっとなかなかね。ちょっとマクレガーめっちゃ出ますね。この辺も全然レギュラーで2、30とかしますからね。ありっすよ。はい、ぜひ PSA 派になってください。もうね、店長は BGS に疲れました。はい、ね、この辺もルーキーブラック、ギルバート・バーンズさんとかちょっと分かんないですけどね。まあ GSP もね、殿堂入りみたいな感じ になりましたから、もう一時代前ですか。これ分厚いな。うん、ビブさんね。ビブさん、ジリさん、マクレガーベース、シェフチェンコベースね、うん、ジョン・ジョンズはちょっとねあれですけどね、うん、あとあのザットさん、おひげのね、下青ひげのあの方た、うん、その辺が人気があるかなみたいな。あ、ビブさんね。はい、コンテンターズじゃないや、レイテッドルーキーネートディアス、あ、デコイでした。はい、でしょ。このマクレガーよく出るな。こんなに出るの。どのカードでもなんか10ドル以上はしてるはずですよ。あ、マクレガーシリアルだ。おお、いいっすね。まあもういろんな意味でもうね、うん、スーパースターですから、全然ありですよ。ねえ、シリアルはちょっと入れとこうかな。シリアルだとまあ多分 4,50 ぐらい普通にすると思います。まあスーパースターですから。いや、これクラウンとかもこんな出んのかな、たまたまかな、ちょっと分かりませんけどね。結構パック売りしないんですかって聞かれるんですけど、これねサインがこう2枚じゃないですか、箱で6パック8パックでサインが2アベレージなので、まあ4分の1だとしても5パックぐらい買って、まあランダムで送って出ないと店長が結構裏でめっちゃ言われるんで、うん、パックリはちょっとしないことにしました。はい、なので、いやー絶対いませんっつって言いますからね。慣れてます。でしょ、もうレデンプションで散々はい凝りましたね。絶対いませんって言っといてね、言ってくれよピーニーとかね、そういう感じで言われちゃいますから。はいね、すごいっすよデニム。なのでね、まあボックスこれアメリカだとまあ5600はしてると思うので、まあ店長の今の価格だとまあ400ドルぐらいでね、タックス込みですから、向こうはタックス別ですから全然安いですけどね。はい、まあ、世界の価格から比べたら、はい、ということで、サインはちょっとあまり存じ上げない方でしたが、
マクレガーがいっぱい出ました。あとちょっとね、ルーキーの方々とそこそこな、まあ市場でそこそこの方々はコチュンさんも一緒に勉強していただければ、はい、まあ初年度クロニクルですからね、これがつまりで、まあ人気が出てくるとこの辺がコンテンターズだけ別売りとかなってくる。すとクロニクルから出たカードじゃなくて初年度のコンテンターズっていう見方になるんですよね。面白いもんです。はい、いやこれいいっすよ全然。はい、あとどの辺だっけな、ナショトレと何があるんだっけな、コンテンターズオプティックでしょ、ナショトレ、クルセード、ガーラだ、ガーラがあるんだ、8シリガーラ8シリなんですよ。でナショトレでしょ、ノワールもあるんです。でスペクトラは出てたでしょ、コンテンターズオプティック出てたでしょ、ね、クルセード、イリュージョン、サーティファイド、エリートで、ブラック、ルーキー&スターズ、プレステージ、プレオフ、ルミラリーズ、レガシー、オリジン、クラウンロイヤルね、まあ全部で400枚セットですけど、ガーラとナショトレ引きたいですね、うん、まあノワールもいいですけどね、うん、ノワール、ナショトレ、ガーラ、この99でガーラの8、この辺当てたいね。はい、ということでね、はい、じゃあ参考します。1、2、3、はい、ノーハンですね。はい、じゃあこちらでまた梱包しておきます。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。マクレガーのベースはもう大事にとって少年だもん。